こんにちは、パクスルーナ高橋智恵です。吉凶論を超えて星の可能性を開く風の時代のホロスコープ読み、今日はモンテッソーリ教育で有名なマリア・モンテッソーリを取り上げていきたいと思います。モンテッソーリっていうと日本でもモンテッソーリ教育が有名ですし、この間星読みで取り上げた藤井聡太将棋棋士が小さい頃モンテッソーリ教育を受けてたっていうことで、結構日本でも一時期すごく話題になってたと思いますが、もともとモンテッソーリっていうのはシュタイナーとかと同世代の人で、1870年生まれのイタリアの女性なんですね。で、彼女のチャートを見ていると、ジオセントリックで出した時のチャートとヘリオセントリックで出したチャートっていうのが結構ね違ってるんですよ。違ってるっていうのは、似てる部分もあるんですけど、一番大きな違いは水星ですね。水星と木星の状態というか扱いがちょっとね違ってるんですよ。なのでそのあたりと、あと金星がヘリオンになった時にヘルメティックアスペクトって言って、ヘルメティックチャートのアスペクトを取るので、そのあたりがどうして重要なのかっていうのも話していきたいと思います。マリア・モンテッソーリは1870年8月31日イタリアの、これちょっと私イタリア語あんまり発音できないんですけど、キアラバーレっていうんですか、で生まれました。でチャートを出すと、まず一番目立つのが12ハウス11ハウス10ハウス9ハウスとかにこうバーって星が集まってるのと、あと月が IC に限りなく近いところにあるっていうことですかね。マリア・モンテッソーリっていうのは女性で、珍しくローマ大学に入学して、医学部に入学するんですけど、その当時って女性が医学部を出てもお医者さんとして活動できなかったんですよ。なので最初彼女は何かこう精神病院みたいなところに行って、そこでほとんど誰からも顧みられていない、ちょっと精神を病んでるというか、知恵遅れの子供とみなされてたような子供たちのお世話をするんですね。で彼女はその子供たちのお世話をして、じーっとそれを観察しているうちに、実はその知性がないとか遅れてるとか精神を病んでるって言われていた子供たちが感覚的なもの、例えば色彩とか、あと手で触って分かるおもちゃみたいなもの、そういうものを使うとコミュニケーションが取れるっていうことに気づくんですね。でそこから徐々に自分独自の教育方法っていうのを編み出していって、最終的にお医者さんとしてではなくモンテッソーリ教育っていうのを、世に広めていくっていう活動を始めます。でモンテッソーリって結構その当時の女性としてはかなり先進的な生き方をしていて、というのは結婚しないで子供を産んで育ててたんですよ。でやっぱ時代の人としてはかなり破格の、女性だったんじゃないかなと思います。でやっぱりモンテッソーリってのは教育者なんで、木星とか水星とかが重要なのかなって思いますよね。あと基本は幼児教育なので月とかかなと思うんですけど、ジオセントリックで見た時サウスノードは、ヤギ座にあります。でヤギ座の6ハウスですね。なので何かこう病院とか病んだ人の治癒みたいなものをした経験があるんでしょうね、過去世で。だから病お医者さんになろうとしたっていう最初のファーストキャリアっていうのはすごいこのサウスノード見ただけでもあるだろうなと思います。でしかもヤギ座なんで、やっぱりこう権威のある職業、自分が何か打ち出していくというよりかはすでにもう伝統的に存在している仕組みに乗っかっていくっていうのが彼女の少なくとも過去生から前半の人生での、振る舞い方だと思います。でそのヤギ座の支配星の土星が、伊手座にあって5ハウスなんですね。でこのヤギ座っていうのが、ヤギ座の土星が11ハウスの木星とオポジションになってて、でおひつじ座の海王星とカニ座の天王星とグランドトラインになってるんですよ。だからなんかこうサウスノードの能力っていうのを
彼女はどちらかというと今回の人生では5ハウスなんで、やっぱこれも子供っていうインディケーターっていうか子供を示しているハウスなので、子供に関して、子供の創造性とか自発性みたいなものに関して、そのなんか才能を発揮させるためにの活動をするっていうのがサウスノードからは読み取れます。でノースノードは12ハウスにあって蟹座なんですね。でその蟹座の支配星である月は、3ハウスと4ハウスのカスプだから、もう IC にほぼ5っていう状態で、太陽と赤スタイルになっています。でモンテッソーリに関してあまり知られてないこととして、モンテッソーリのこのノースノード12ハウス蟹座っていうのを見た時に、あのモンテッソーリって実はインドの神智学教会の人とかガンジーとかとすごい親交があって、一時期インドでもモンテッソーリ教育を広めてたことがあるんですね。で神智学教会の人とかガンジーとか、そういうインドとか東洋の霊的な、あの霊性っていうんですか、まあ、東洋っていうか神智学っていうのはもう東西ないですけど、そういう神秘主義的なものに触れることによって、コズミックエデュケーションって言って、あの宇宙の成り立ちとかそういうものを教育するっていうカリキュラムが実はモンテッソーリ教育にあるんですよ。で日本ではまだあんまりそういうところまでは知られてなくて、あのイタリアの本国でもこのコズミックエデュケーションっていうモンテッソーリが主に晩年というか、まあ、後半の人生で追求したこのテーマっていうのはあんまり知られてなくて、研究されつつあるっていうような状況なんですけど、12ハウスのこの、うん、ノースノードかつ蟹座かつ、3ハウス4ハウスの、ハウスカスプっていうのを見ると、何かこう人類が永遠とこう過去から継承してきたそういう宇宙観世界観みたいなものに彼女が最終的には興味を持っていくっていう道筋が見えてくるなと思います。でやっぱりこうモンテッソーリのジオのチャートで一番際立ってるのはノースノードとサウスノードに対して、9ハウスの海王星が逆行しながらスクエアになってるってことですかね。で9ハウスなんでやっぱり教育ですよね。でかつ海王星っていうのは福祉っていう意味もあるんで、何かこう障害を持ってる人とか知恵遅れとかって言われてる人たちの教育に関して、何かこう今までの定説とは違うものを もたらすっていうことは、やっぱ彼女の人生のテーマだったんじゃないかなと思います。テーマというか、その取り組まなきゃいけない課題の一つだったんじゃないかなと思います。ただここでやっぱり教育者としてどう考えても彗星の配置がジオだと正直弱いというか、あんまり際立ってる感じがしないんですよ。でもう一つは金星、あの彼女は結構玩具みたいなのを作って、子どもたちにこう知育玩具みたいなものを作って、感覚的にこう思考を発達させるためのなんかこう概念を発達させるための数を覚えさせるのも、何かこう色のついた積み木みたいなものを作ったりしてるので、多分美的なものっていうのも関わってるはずなんですけど、この金星と水星がジオで見る限りだとそこまで際立ってないんですね。ところがモンテッソーリのヘリオセントリックチャートを出しますと、水星は木星とオポジションで、その水星は海王星とトラインってなってるので、やっぱり水星結構際立った場所にあるんです、うん、で土星と火星がヘリオではオポジションになってるし、何かこうこの辺の配置を見てると、やっぱヘリオで見た時に教育者としてのモンテッソーリっていうのはこの辺りにすごく出てるんじゃないかなと思います。やっぱ水星がね弱い、水星とか木星があんまり強調されてない教育者っていないと思うので。で先ほどもちょっとちらっと言いましたけど、ヘリオの金星がですね、太陽と月と小三角の配置になるんですね。太陽と月っていうのはジオで見るんですけど、要はヘリオの金星がジオの太陽と月とアスペクトを作る時、これを私ヘルメティックチャートってって呼んだり、ヘルメティックアスペクトって呼ぶんですけど、こういうアスペクトを作る星っていうのも
ヘリオとジオのまあ中間で、その両方を見た時に初めて浮かび上がってくるアスペクトなので重要なんですよ。だからやっぱ彼女が天命に目覚めていく時に金星っていうものを使ってその方向に進んでいったんじゃないかなっていう気がします。つまりその精神に疾患があるとか知恵遅れと言われている子どもたちが、実際にはその色彩とか積み木とかそういう感覚的なものを使うことによって知性を発達させて成長していくっていうことが分かるわけじゃないですか。なんでこのモンテッソーリにとっての金星っていうのはやっぱりヘリオ的なものとジオ的なものの中間にあって、それを仲立ちする役割もあったんじゃないかなと思います。モンテッソーリに関して言うと、ちょっと今回の星読みからはずれるんですけど、彼女のアストロマップのチャートを出すと日本の真上に太陽 MC ラインが走るんですね。なのでモンテッソーリってなんか日本でもっともっとこれから有名になっていくし、日本の中からモンテッソーリ教育の有名な人というか研究者みたいな人が現れてくる可能性はあるんじゃないかなと私は思っています。今日はモンテッソーリを取り上げてみました。ご清聴ありがとうございます。